今回も張り切ってやっていきます。アイテムを集めながら脱出ポイントを目指す、超硬派 FPS ゲーム、エスケープフロムタルコフのお時間です。前回投稿した動画はマジで投稿者も初心者状態だったが、あれから少しプレイして結構慣れてきた感じあるよな。タルコフマスター名乗れるぐらいには慣れてきましたね。カボンオブカボン。てか、眩し、何これ、私夜を選んで出撃したはずなんだけど。説明しましょう。タルコフの舞台はロシアのとある地方となっております。緯度の関係で、昼と夜の時間間隔が日本とは異なります。だから夜の20時なのに、まだ夕方みたいな明るさなのか、ナイトビジョンゴーグルつけて、安全な外周の旅をしようと思ってたのに、また20万円もするゴーグル買ったのか。今回の装備もすごいですよ。こちらの参考映像をご覧ください。これはカスタムの社員用エリアですね。持ってる武器は M4A1 アサルトライフルでしょうか？その通り、今回はかなり無理して武器を作成しました。前回も初心者とは思えない金額だったけど、今回の M4A1 3台のカスタム代金は、こちらになります。前回の倍近い費用じゃねえか。大丈夫。今回は装備代取り返す作戦があるんですよ。まあまずはこちらをご覧ください。これが120万円武器の精度です。すっげえ。ほぼ無反動じゃないか。M4A1 は極限までカスタムすると、超低反動が実現できる。上級者御用達の最強クラス武器。この中距離でも何の問題もない精密な射撃。今撃ったのが味方でなければ完璧な映像ですね。そんな EV10 で誤射すんなよ。ということで、この超最強装備で初心者御用達金策、外周スタッシュ巡りをしようというわけです。いいですねー。バチコリ稼いできてください。外周スタッシュってなんだ？マップの隅っことか目立たないところにある、隠された箱を探して開ける地味な金策。ちょっと待って、あまりにも接敵が早すぎ。落ち着いてください。このゲーム、移動しながらの射撃はまっすぐ弾が飛びません。どんなに高性能な銃でも撃ち手がポンコツだとダメです。わわわっぱわた、私は安全で地味な金策をしようと外周スタッシュ巡りをですね。押し付け、絶対お前の方が装備強いから。ほら霊夢さん、一気風ですよ。外周スタッシュを荒らす愚か者どもめが、おお、なんとか一人倒したっぽいか。いやだからこれエイペックスじゃないから、レレレ打ちダメだから。どうしよう、弾がもうない。ほら見ろ、言わんこっちゃねえ。だから銃弾は500発ぐらいは持ち歩かないと安心できねえんだ。このゲームでこんなに持ち歩いたらそれだけで重量オーバーするが。うおーおー、こちとら一発2000円の超高級弾だぞ。そんな高級弾使うから弾買えなくなるんですよ。あと何発残ってんの？30連マガジン2本だけ。このレイド始まってまだ1分なんですけど。よっしゃー、二人組を倒しましたよ。残り大体45発か。あの敵から弾を回収できたらいいんですが。待って、なんかまだ足音する気がする。さっきの装備的に確かに倒したの初心者っぽかったですよね。二人とも似たような装備だったよな。いやいや、見た目で油断しちゃいけませんよ。お前みたいなのもいるもんな。撃ってこないし、さすがに気のせいなのかな。早く外周スタッシュ巡りとやらの説明に戻ってくれ。そうでした。外周、お前ら一体何人いるんだよ。巡らせろよ。私に外周スタッシュ巡らせろよ。クラス6のヘックスグリッドアーマーぶち抜いて出血ってヤバそう。そういや高いアーマー着てるんだもんな。どれぐらいヤバい？まあ一発2000円クラスの弾なんで、さっき倒した二人の保護者の方かと。このゲーム、レベルが上がるとたくさん走れるようになったりするので、多分保護者は湧いて速攻ショッピングモールめがけて猛ダッシュした結果、子供二人が外周に取り残されて隠しスタッシュ漁ろうとしてたんですかね。隠しスタッシュって結構有名なの？まあ場所とか域によってますし、各有私も域を見ながら巡ってるので、このゲーム一人で遊ぼうとすると、域が六方全書並みに必須なんですよね。工学部の方ですか？あれ、六方全書じゃニュアンス伝わらなかったですかね。キネイマルはナウナヤングにバカウケのセンスが足りてないですね。強いて例えるなら解体新書ですよ。医学部生でも持ってねえよ。ナウナヤングどこに行ったんだよ。何時代の人間なんだよ。まあそれぐらい域が大事なゲームだよってことで、しかし保護者の方、詰めてきませんね。まあ保護者の方はこちらがまさかソロだとは思ってないでしょうし。確かに、こんなヤバい装備したソロだとは思わないよな。まさかこんな明るい時間に暗視ゴーグルつけた陰キャがいるとは。総額200万超えの超レアモブだぞ。ありがたく思え。やってることはこすいけど、実力はカスなわけだし、うまいこと枯れればとんでもないボーナスなのか。もし私がこんなの外周で買った日には、そのまま直帰間違いなしですね。まあ待ちなさい。なんで私がこの装備ロストする前提で話してんの？え、毎回破産しましたシリーズじゃないの？毎回破産してたらタルコフ楽しめねえんだよ。よっしゃ、保護者発見。どうやら子供の装備を隠そうと必死みたいですね。子供の装備を拾いに行ったが最後、私のスナイポーテクニックで。ねえちょっと待って、まだ二人いる気がする。いやグッジョブ、残りはそいつ一人だ。まさか4人組だったとは、焦らせやがって。残り30発ちょっとで、こいつ倒せる。ねえ後ろからさらに一人来てるんだけど。5人組のフルパーティーですね。ダメだ、もう恐怖で手が震えてきた。絶対。おい、視聴者はお前の死に様を見に来てるんだぞ。うるせえ、お前たちは200万円の価値が分かってねえから言えるんだ。そういえばこのゲーム内の通貨は、厳密には円ではなくルーブルという単位で、初心者リスナーの方でも理解しやすいよう、あえて円という表記をしていますが、その結果、前回の160万ルーブル装備のロストの際、現実のお金を160万円課金した装備を失ったと思った視聴者が続出。そんなわけないだろ。
とりあえずさっきのレイドは無事逃げ切って、仕切り直しに今度こそ夜遅くに来ましたよ。夜闇が深いと、さすがに暗視ゴーグルが便利だな。雨とか降ってるともっと暗くていいんですがね。いやそれはそうと、現実のお金課金してると思ってる人そんなにいたの？160万円だよ。車とか買えちゃうよ。まあそういうことしかねない実況者だと思われてるということでは。現実のお金じゃないだけで、ゲーム内通貨的には、十分頭おかしい装備してるからな。いやそれにしても YouTube に金銭感覚バグらされすぎですよ。スパチャ飛び交う VTuber たちの配信を見すぎたせいですよ。全く羨ましい話です。字幕合ってないですよ。まあともかく、一応今後もしばらくこのシリーズは遠慮期でいきますが、このゲームには最初のパッケージ代以外課金してないよと、安心して私のつよつよ装備無双をご覧くださいよと、これで生活を心配してくれている心優しいリスナーも、心の底からお前の最強装備がチル様を楽しめるわけだな。散らせねえよ、何春の桜ぐらいの気軽な気持ちで散らせようとしてんの？ゲーム内通貨とはいえ、初心者が200万円稼ぐの相当しんどいですからね。この装備代稼ぐのに20時間ぐらいプレイしてんだからな。それでやってることが、この外周こそこそゴミあさりですか。隠しスタッシュ巡りといえ、この外周隠しスタッシュ巡りは、初心者から中級者が、必ず通ると言っても過言ではない、由緒正しい金策なのだ。外周スタッシュ、当たると結構稼げますし、ヤバい装備のやつが来ないので、初心者向けなんですよね。例外もいるみたいですが。はい、隠しスタッシュ巡りしてそうなやつ発見。どうやら足音でこちらの存在には感づいた様子。だがお前と私の決定的な差は、暗視ゴーグルだったようだな。ナイスショット。夜は基本的にお互いが視認できないので、昼間走り回るよりは安全だと思われ今のやつも、銃のライトとかもつけずに、歩いてなるべく足音も立てないようにしてたっぽいしな。はいはい。それじゃあ銃のサイトとかもらっていきますね。おう、銃を丸ごと奪うのではなく、高価なパーツだけ奪い去っていく鬼畜プレイ。こっちの方がコンパクトで重量も重くならないと教わりました。武器本体ごと持っていくのは強い武器の時だけか。まあなんかカバンの中にゴミ詰めて筋トレしてた初心者っぽい。そういうスキル上げとかもあるのか。筋力スキル上げるとたくさん荷物持てますからね。って、なんか変な音が。なんだこいつ。あんな場所どうやって走ってたんでしょうか。動き的には上級者っぽかったけど。うげ、44レベルのガチムチモサじゃん。これインターチェンジ内制圧して、期間途中のやつですね。すげえ、アスバル初めて見た。このアスバルの30連マガジンめっちゃ高いんですよ。MP9 もしれっといい銃ですな。激戦区の建物を制圧して、意気揚々と帰ってる途中に、この人も本当に災難だな。うろおー、キラーアーマーにキラヘルメットじゃん。キラーアーマーって何？前回のリシャーラ軍団がカスタムのボス家具だったんですが、ここインターチェンジにはキラというボスが稀に出現するんですよ。店長なんていう愛称で親しまれてますね。そいつがドロップするアーマーやヘルメットを通称キラ装備と呼び、アーマーだと30万円、ヘルメットだと20万円ぐらいで売れたりします。んと、つまりこのレイドどれぐらい稼いだの？アスバルや MP9 の価格に疎いので正確じゃありませんが、中に詰まってる弾も単発2000円クラスの高級品だったので、多分100万レイドに化けたかもしれません。いや、お前の動画まだビギナーズラック続くのか。まあ今回競売所で売却できるのが、キラ装備ぐらいなわけですが、正直こんなに美味しい思いできるとは思ってませんでした。外周スタッシュ巡り最高。外周スタッシュ一切関係なかったじゃん。気がついたら、ニョンが資格で稼いだ200万円が消えてたニョン。まったく、あいつら何の躊躇もなく装備買うのなんなの。ニョンがこうして頑張って、資格でインターチェンジに通って、コツコツ稼いだお金が気づいたら装備に変わってるし、別に、装備になっただけで資産価値は変わらないから、とかなんとかそれっぽいこと言ってるけど、あ、ちなみにこれ明るいだけで、ちょうどさっきあいつらが夜に遊んでた場所ニョンね。画面左で元気に資格が走っております。多分 NPC の資格だし、ちょっかい出す必要ないニョンね。資格で出撃してるときは、先にこちらが手を出さない限り、資格側も攻撃してこないので、基本的には仲良ししといた方がいいニョン。けど、ニョンみたいに中身にプレイヤーが入ってるスカブが、正直パッと見で区別がつかない時があるニョンね。プレイヤーが中に入ってる時は、こっちを撃ってくる可能性があるし、相手も同じことを警戒して、撃ってくる可能性があるみたいな、可能性のウロボロス問題が発生するニョン。なので結果、明らかにスカブじゃない場合は撃って殺した方が安全だったり、今はレイドの制限時間があと1分とかなので、もうさすがに他のプレイヤーもいないでしょうということで無視して帰還するニョン。スカブはバッグの大きさとかもランダムだったりするので、バッグ大きければ外周隠しスタッシュ巡ってもいいし、自分のバッグが小さい時に他のスカブのバッグが大きかったら、殺して奪ったりしてもいいニョンね。スカブは比較的安全にゴミあさりができるニョンけど、出撃ごとに色々判断する。
用務がで稼ぎに行ったまま帰ってこないので、フルパーティーで捜索隊を編成し、インターチェンジにやってきました。今回はインターチェンジ祭りだな。前回160万円分の装備をロストしたので、ちょっとトラウマ気味で、トラウマ克服するために、みんなでガチ装備できています。私は先ほどの M4A1 散財できています。散財も SA58 と同じ墓で眠るのか。いやだから今回はロストしねえよ。絶対にロストしたくないからみんなガチ装備の精鋭状態ですから、動きも結構警戒しながら進んでるな。今回はこの先にあるウルトラメディカルという薬局に向かっています。こんな大所帯で薬局？これを今回買ってきたんですよ。薬局倉庫の鍵500万円もしました。だっかけど結構いいアイテム落ちてるらしいので、これのために外周スタッシュ巡りで稼いだお金全部入れました。さあ初めてのウルメディ会場です。いややめろ、なんだお前ら、やばい、弾が切れた、助けて、ねえ誰か助けて。ウルトラメディカルの鍵はどうでしたか？鍵もクソもねえよ、開いてたわ、っていうか、開けられて荒らされてたわ。このゲーム、ナイファーめっちゃ弱いんですけど、とにかく装備重量が軽いので、とてつもなく早く移動できて、失うものもないので、殺しても旨味がなく、とにかく素早く美味しいところだけ漁り尽くしてああやって死んでいくんですよ。マジで私のウルトラメディカルデビューをこんな形で潰して許せねえ。知らない人が見たらそういうゾンビゲームなのかと思うレベルだったけど、最初からオブジェクトとして死体が配置されてることはありますが、動く NPC が鍵付きの部屋の中にいるのはまだ見たことがないですね。いやマジで500万円返してほしい。まあ別に今度来た時開ければいいし。あとこのウルトラメディカルの鍵は使用回数制限とかもないので、何度も通って稼いでいくイメージの鍵ですね。だからさっきのナイファーたちもナイフランで試行回数稼いでたのかな。このレイドも長期戦になってきてお腹も減って喉も渇いちゃった。さすが超高波 FPS。水分と食料も補給しなきゃいけないのか。移動前にちょっと遠足のお弁当をいただくとしますか。こうしてレイド内でご飯食べてるだけでも殺り隊員が死亡。え、突然何があったの？2階テラスからショットガンを食らった模様。これ私、ご飯食べてたせいで出遅れて分断されちゃった。さらに追いグレネードでベイビーマグナム死亡。え、やばいんじゃないの？ケースショットガンはアーマーのない部分を狙う銃だし、グレネードもアーマーじゃ防げないので、100万超えの装備をしていても、こうやって事故死みたいな死に方しちゃうんですよね。味方が撤退した方向から銃声してない？最悪のお知らせです。味方が撤退した方面にインターチェンジのボス、キラ様がいた模様。敵とボスに挟まれたグリマ隊員がキラに殺され死亡。もう300万円分の装備失ったってマジ？やばいバイバイやばバイバイ。精鋭部隊がこんなあっさり瓦解するなんて、生き残ってるのは誰だ？最近私生活が幸せそうなサビ歯車さんです。生きて返してあげてバルコニーの敵がまだ見てるかもわからないので合流もままならず、サビさんがグレネードでボスをこちら側に誘導。サビさんにヘイトが向いてる間に私がボスを倒すことに。ここのボスめっちゃ強いって聞いたけど。アーマーとヘルメットがめちゃ強なので、防具のない足を集中攻撃せねばなりません。誘導が始まったぞ。頼むぞ、こっちに気づいてくれるなよ。キラはヘルメットがでかいから足音には鈍感。今のがキラ？ヘルメットごついので多分そうだと思います。ちょっと自分で倒したことないので、持ってる装備確認するまでは、ただのスカブであった可能性も、死体を実況見分するしかないか。今倒したキラっぽいやつが通路移動してきた時に、バルコニーから撃たれてないので、バルコニーから襲ってきたやつは諦めてくれたようですね。なんとか他のメンバーの装備も無事回収できそうだな。あとはこの死体がキラであれば、一旦は落ち着けそうですね。サビ歯車さんが移動できないから早くチェックしてしまえ。せかさないでくださいよ。これは、キラーマーってるから、キラで間違いないっす。何その物質予想。RPK っていうこのゲームで現在唯一のライトマシンガンですね。95連射できるのか。しかもヘルメットがちょっとタチャンカっぽい。ちなみにタチャンカメットは別でちゃんとありますよ。この後味方の100万円超え装備も無事回収して、壊滅はしたものの、なんとかインターチェンジから脱出することに成功しました。いやー、ほんと今回の M4A1 散財しぶといなー。いや200万円超えの装備そんなポンポン死ねないんだって。あ、いたいた、ヨウムさん。やっはろー。キネイマルニョンね。またインターチェンジでスカブ用ですか？うちのチャンネルはこれぐらいでしか稼げないから。レイムさんが500万円の鍵買ってましたよ。後で絶対殺す。というか、えらく回り道して帰還してますね。残り2分しかないじゃないですか。うん、ちょっとね。嫌なことがあったんだ。それは心中お察しします。最近お前みたいな奴が多くてね。おかげさまで前回の動画以降、US 部は大盛況で、なんと会員数が全国で10万人を突破いたしました。それが本当ならこの世の終わりにょん。今もね、これ無意味に遠回りしてるわけじゃないの。はて、持久力トレーニングの走り込みですか？ここここ、よく見てて。雨で視界が悪くてよく見えなかったですね。よく見て、これよこれ。え、その壁のシミみたいなやつですか？そう、
実はさっき動画にもちょっとだけ映ってるんだけど、なんかもぞもぞ動いてたにょんね。いやそれよく見つけましたね。いや本当に豆粒みたいな大きさだから人かどうかわかんないけど、撃った後に壁に返り血みたいなのついたし。もしかしたらまだ生きてるかもしれませんから、警戒していきましょう。あ、これ死んでるにょんね。見たところ武器が VSS という特殊な消音狙撃銃ですね。おそらく、出口ゲートに走ってくるやつを引きつけて買ってたのでしょう。気づかなかったらまたやられてたのか。というよりよくあの距離当てたなぁと。まあ当たらなくてもビビって詰めてこれなくなるし、その間に脱出できたら御の字かなって。脱出直前にいい臨時収入入りましたね。正直今回ちょっとアイテム微妙だったから助かるにょんね。こいつ結構プレイヤー倒してたっぽいにょんし、みんなの仇は取ったぞということで。出口待ちは出口待ちでリスクありますからね。重量オーバーしても出口近いから全部持って帰れてありがたいにょんね。夜のインターチェンジ外周ツアー、水精鋭装備部隊。今回は外周に設置されてある、発電所を制圧しに行きます。発電所に行くと何があるんだ？もちろん発電施設があり、電源を入れると、ウルトラショッピングモール内の電源が復旧します。そうしないと開けられない扉などがあるので、ウルトラを漁りたい人たちが電源を入れに来るわけです。ですが、発電所周りは夜の暗闇、しかもショッピングモール内を制圧する部隊は、基本的に暗視ゴーグルを装備していない、あのように、ライトをつけて歩き回っているわけですよ。早速発電所敷地内でエンゲージか。暗視ゴーグルの弱点としては、ライトを向けられてしまうと、全く正面が見えなくなってしまうことですね。最悪、M4A1 3体にはライトも装着されているので、暗視ゴーグルを外しての戦闘も可能ですが、この暗闇の中、一方的に展開包囲できるアドバンテージを捨てるわけもなく、相手はライトをつけないとこちらをほぼ視認できず、ライトをつけてしまうと、自分の位置がバレてしまうわけか。現在、建物真正面にトラさんが展開、建物に立てこもっている敵とエンゲージしました。私は建物左側面から逆サイドの入り口へ回り込みます。私のバックアップに殺り隊員、ソラさんの後衛にベイビーマグナム隊員の夫人。これまだ建物の外に敵がいる可能性は？私たちが吸収したので急な展開に外で孤立してる奴もいると思います。特に私のすぐ横には隠しスタッシュがあるポイントなので、隠しスタッシュを漁ってた相手のメンバーは建物に戻れなくなっているかと。まずはそいつから排除していきたいですね。外の夫人を完全に固めて両側の入り口から建物を一気に制圧すると、そこのトラック付近がちょっと怪しいですね。しっかり外側からケアしていきましょうか。相手からすれば夜闇のどこから撃たれるかわからない恐怖状態か。ほう、ベイビーマグナム戦士。このメンツの中で一番タルコフに詳しい候補者が。そう、一人見つけたけど外にまだ二人もいる。山間で銃弾ばらまいてきやがった。腹部等腕返ししたか。まずい、かなり総崩れにされてしまいましたね。一度大きく撤退して体の治療を行います。とにかく重出血を止めないと失血死しちゃう。この暗闇の中でこれほど抵抗してくるとは。ソラさんが一人は倒したみたいですが、おそらく敵は5人組。こちらは現在一人やられて、私が重傷。まだ人数差はできたままか。相手も一人は重傷でしょうが、もう一人の外回りしてた奴がどうやら私のことを追撃してきてますね。この暗闇だ、すぐにここまでは来れないだろうが。ここでは味方のカバーももらえないので手術まではできません。軽度の出血もまだ残っているので、体力だけ確保してすぐ下がらないと。しかしこの暗闇、これだけ瓦解した状態だと、いくら暗視ゴーグルつけていても味方を誤射する可能性があるんですよね。私たちは暗視ゴーグルと先手を取ったアドバンテージにつけ込んで、それぞれがかなり大きく展開している状態になってます。それでいて一人分の包囲網が破れている状態か。この SMG の音は間違いなく敵。今のうちに下がりましょう。着弾音がしなかったので、詰めてきた奴は別の方向を見てますね。ここまで一旦下がれば手術もできそうか。なんとか3人とも戦える状態にして仕切り直したいところですが、ここで手術中に死亡。敵を味方と勘違いして駆け寄った殺り隊員が死亡。めちゃくちゃ撃たれててきた。しかも敵に駆け寄った結果、殺り隊員の暗視ゴーグルが敵の手に渡ってしまった模様。これは人数アドバンテージ、装備アドバンテージ、すべて失った状態ですね。残りはソラさんだけか。ちなみにソラさんは暗視ゴーグルをつけていません。バカデカフラッシュライトが12個ついている結果、照らすと手元の眩しさで前が見えなくなる欠陥武器ですね。そんな眩しいライトあるのか。もうサスリの装備は取られた後だし、M4A1 3体で死にたくないし、とりあえずソラさんと合流できたから撤退するとしますか。果たしてこの圧倒的人数差の中撤退できるのか。道路に出る入り口全部封鎖されました。いやそりゃそうよ。やばい、さっき撃った注射の副作用で前がよく見えない。違うんですよ。こんなはずじゃなかった。私たちは装備アドバンテージを生かして一方的にグレネード、資金弾だな。もうほぼバレてる。そういうことですか。おそらくお前たちが身を隠してる草むらの周りは、すでに敵の部隊が包囲していることだろう。畜生、こうなったら一人でも多く殺して道連れにしてやっ。
ご視聴ありがとうございました。